人気モデルで女優、久松郁美、25、が昨年秋に結婚していたと14日、サンケイスポーツなどが報じた。ネットには祝福の声が相次ぎ、同日朝の Yahoo リアルタイム検索トレンドに久松の名がランクインして注目を集めた。同氏の記事によると、相手は会社経営者、36、で、2年半の交際を実らせ結婚。 コロナ禍で延期を余儀なくされていた挙式も無事に済ませ、久松は明るく笑いの絶えない家庭を築いていきたいです、と幸せいっぱいに話している。関係者の話では、相手の男性はもともとは知人の紹介で知り合った友人の一人だったが、次第に前向きで周りの人を笑顔にする穏やかな人柄に惹かれ、真剣交際に発展した。おうち時間が増える中でゆっくりと愛を育み、昨年秋に婚姻届を提出。 すでに同居しているという。久松は同志の取材に、彼と過ごす時間は素の自分でいられる安心感があり、これから先の人生も2人で過ごしていきたいと思いました、と、結婚の決め手を明かした。Twitter やネットニュースのコメント欄には、生美ちゃんおめでとう、寂しいけれど素直におめでたい、など祝福の声が相次いだ。中には、心よりお祝い申し上げます。 今後ともますますのご活躍ご検証ご多幸と良い家庭となりますようお祈りいたしまして、お祝いのご挨拶といたします、と結婚式のスピーチを模したコメントも見られた。突然のおめでたい知らせに、なんとまあ、まさかこんなニュースで久々にイクミンの名前聞くとはな、と驚く反響のほか、かなりショック、これから仕事行くけどちょっと横になる、と、週明け早朝からイクミロスに困惑するファンも参見された。 グラビアから遠ざかっていたから、何かあるんだろうなって思っていたけど、と、久松の最近の仕事ぶりから、何らかの気配を感じ取っていたという書き込みも見受けられた。久松が、経済力のあって年が離れた男性を相手に選んだことについては、11年上で会社経営者って、やっぱ金なんだよ、世の中金。悲しくなるな嫉妬ですよ、もちろん、ええ、などと落胆するツイートもあった。 その一方で、そりゃ経済力ある人選ぶよね。自分がもし女性ならば絶対そうする、男がかなり年上の場合は先を考えたら金持ちが前提なのは理解できる、貧乏が良いなんてとても言えない。自分が父親なら貧乏なとこには嫁がせなたくない、芸能人。 モデルなんて不安定な職業なので、ある程度収入が高い人と縁があったら結婚しようとするのは普通のこと、など、久松の選択に理解を示すついたみも少なくなかった。このほか、はっきり会社経営とか年齢とか明かしてる感じすごい好感ある、これが普通だよね、一般人とか書いてないのは良い、など、相手についての情報がある程度明かされている点を好意的に受け止めるユーザーが目立った。 芸能人の結婚報道で、相手について、一般人としか知らされないことが多く、これがかえって憶測を呼んだり、反感を買ったりしている現状に鑑みた反応とみられる。